どうも皆さんこんにちは、着バスです。今私はハワイに来ております。今回からねハワイ滞在期ということで、やっていきたいと思います。今ね花タクシーに乗ってヒルトンハワイアンビレッジに向かっております。この花タクシーは定額35ドルで、ホテルまでね送迎してくれるということで、まあ、昔はね30ドルだったんですけども、ちょっと値上がりしてしまったっていうところなんですけども、まあねウーバーとかよりも安いんでね、こちら利用させていただきます。ということで2、30分ねホテルまで揺られたいと思います。そして息子が写りたいというので見てやってください。テンション上がってますか？ではホテルまで行きたいと思います。それでは支払いしていただいております。36ドル。レシートでポリテクシー。 OKOKOK。 それではヒルドハワイアンビレッジ到着、チェックインしていきたいと思います。それでは前回同様こちらで待っております。ダイヤモンドステータスだと専用レーンが用意されてます。ハロー。それではアーリーチェックインさせていただきました。めちゃくちゃありがたいですね。持っててよかった。ダイヤモンドメンバーですね。今回2540です。おお、綺麗だね。ここ本当に泊まっていいの？ということで客室に入ってまいりました。いやーいいですね。広いし、そして綺麗。このタパタワーっていうところに、ね、今回宿泊させていただくんですけども、普通にポイント取るとね高いんですよね。7万じゃ取れないんですけども、今回一応アップグレードっていう形で利用させていただきます。いやめちゃくちゃいいですね。その代わりアーリーチェックインさせてあげれるけど、眺めはちょっと微妙って言ってましたね。あー確かにこういう感じだ。はい、前に比べるとちょっと微妙な感じですけど、でもいいですね。はい、ということで見ていきましょう。ここに大きなテレビがあって、下に冷蔵庫があります。もちろんあれはないですね。ミニバーはなしです。であと引き出しがあって、作業しやすそうなテーブルが1個あって、ちゃんとバルコニーにもね椅子がついております。いやいいですね。ということで今回は2クイーンベッドの部屋ということで利用させていただきます。いやかなり大きくていいですね。でコンセント類はこちらですね。はい、それ以外には特にはなさそうですね。はい、でこちらにミニバーですね。コーヒーマシンとコーヒーといろいろあります。であとグラスと氷入れるやつと台ですね。でこちらにクローゼットあります。金庫もありますね。でこちらがバスルームです。よいしょ、こんな感じになっております。備え付けに変わってますね。はい、こちらがボディーローション的なやつですかね。はい、で石鹸がここにあって、歯ブラシ、スリッパは一切ありません。で下にバスタオルがある感じですね。でこちらにタオルで、お手洗いがあって、今回ねバスタブもちゃんとあるということで利用させていただきます。こちらが全部備え付けに変わってますね。確か前まで備え付けじゃなかった気がしますけどね。で可動式のシャワーだけですね。特に固定式のシャワーはありません。でバスタブ、まあここはアメリカなんでね、これだけバスタブがあるだけで十分ではないでしょうか。はい、こんな感じになっております。ということで今回ですね、こちらヒルトンハワイアンビレッジに宿泊ねさせていただきます。今回家族で来ておりますので、数日ね宿泊させていただくわけなんですけども、今回ね一番安いね客室7万ポイントで宿泊させていただいて、本当はねもうちょっとね狭い部屋なんですけども、今回アップグレードということで、タパタワーのちょっとねここら辺に出しておきますけども、タパタワーの客室っていう風になります。ここねだいたい11万ポイントぐらいねしますので、まあアップグレードねしていただけたっていう風になります。またねアーリーチェックインね、まだね10時ぐらいなんですけども、アーリーチェックインさせていただいたんで非常にありがたいですね。ちょっとねチェックインできなかったらどうしようかなと思ってたんですけども、チェックインさせていただいてね本当にありがたい限りです。で早速ね息子はもうプールに行きたいということで、もうね完全に着替えてねこれからプールに行きます。でダイヤモンド特典なんですけども、前回ね宿泊した時はハフでね予約して利用させていただいたわけなんですけども、このホテルね残念ながらハフからね消えてしまったということで、このホテルもハフで利用することできないんですよね。ですので今回ねヒルトンのねポイントで宿泊させていただいておりますので、ダイヤモンド特典ということでね、こういった形で利用することができます。でこのホテルはですね、まあ、このホテルというか、まあ、ここはアメリカなんでね
あのヒルトンの朝食特典というのは利用することができなくて、1日ね18ドル1人ね利用することができるっていう風になります。できるのは、トロピカルバーと、バリオーシャンフロント、ハウトリーバー、ワイキキマーケット、スターバックスですね、あとラグーングリル、タパバー、インルームデリバリーということで、まあ、こちらであればですね1日18ドルね利用することができるっていう風になります。ですので今回ね家族で来てますんで1日36ドル利用することができるっていう風になりますんで結構大きいですよね。まあ朝食はね利用することはできないわけなんですけども、まあこういった感じでね利用することができます。でチェックインする際にですねこういったねあのいただけますんでいいですよね。これね社メールとか取ってね、まあ、スマホに入れてスマホでね見ながらあの移動していただくみたいな、まあそんな感じですかね。で今回ね利用させていただいているのはこちらのタパタワーっていうところで、前回ね利用させていただいたのがレインボータワーだったんですよね。あのラグーンっていうねあの人工の海みたいなのが目の前にあるタワーの後ろだったんですけども、今回タパタワーっていうところで宿泊ねさせていただくっていう風になります。まあ、ですのでね前回と違う客室に、ね、入ることができたっていう風になりますんで非常にありがたいですね。前回息子と来た時にレインボータワーで、その前に一人で来た時もねレインボータワーだったので、まあ、今回ねタパタワー利用することができるということで非常にありがたいですね。まあそんなところですかね。まあこんだけねヒルトンのこのハワイアンビレッジってめちゃくちゃ大きいんですけども、まあその中でもねちゃんとアップグレードとかね利用することができますので非常にありがたいですよね。でこのホテルはねお水のサービスがございませんので、この18ドルで、まあ、スタバとかでねお水買っていただくか、まあ冷水器がねあのプールのそばにありますんで、まあそこでね利用していただくか、まあどちらかっていうところですね。で今回のね滞在に関してなんですけども、またね D ポイントの調査ねあのメインでやっていきたいなと思っておりまして、どうやらねこの D ポイントお店にもクーポンというものがあってですね、このクーポンを使うとさらにお得に利用することができるというね情報を得ましたので、今回ねその検証をこの動画ねあのハワイヒルトハワイアンビレッジね宿泊しつつ、それをね皆さんにお届けできればなと思います。ということでひとまずねプールで遊んでいきたいと思います。それでは今回ホテルクレジットになっているこのお店、ひとまずねどういった感じのお店が入っているのか、まあスターバックスはね分かると思いますんで、それ以外のお店ねちょっと回ってみたいと思います。まずはタパバーから行きましょう。それではただタパバー到着、先ほど撮影してたのがタパタワーの入り口、そしてタパバーということで、タパタワーの入り口にあるバーがこちらね対象になっております。こちらねピザとか、まあ、お酒とかもね全てルームチャージで利用すれば、まあ、そこから引いてくれるっていう風になります。ちなみにスターバックスはこちらの裏ら辺にねカリアタワーかなありますので結構近くにあります。こちらね前回行きましたので場所は紹介しないですけども、まあここら辺の裏ら辺のねタワーにあることは覚えておいていただければ簡単に行けると思います。それでは回っていきましょう。まずアリータワーにあるワイキキマーケットとトロピカルバー&グリル行ってみましょう。どんな感じのお店なんでしょうか。ちょこちょここら辺テナント空いてたりするんですね。まあここら辺のテナント入るのめちゃくちゃ高そうですもんね。でこちらは前回紹介したプールですね。それではアリータワー到着。こちらのスターバックスもフード&ビバレッジクレジットの対象になっております。アリータワーの入り口ら辺にありますね。タパタワーから本当に歩いて 2,3 分で着けると思いますので、こちらでもいいですね。それではウィキウィキマーケット到着。こちらはカリアタワーの前のプールの目の前ですね。こちらにございます。こちらも先ほどのスターバックから歩いて 2,3 分なんで、かなり近い距離に点々としている感じで、お店はねいろいろかき氷とかサラダ、サンドイッチ、アイスとかねいろいろ売っているお店のようです。店の中はかなり狭め、これはここでやめておきましょう。ちょっと私はねベビーカーを引いてますんでね。ということでメニューはねここにありましたね。このレインボーのアイスとかもいただけるようです。これはいいですね。ピザとかも使えます。ピザとかだったら16ドルなんで2枚買っても1日分消費できますね、お二人であればね。はい、こんな感じになっております。では次にバーもあるみたいなんでそっちも行きましょう。そっちも行きましょうと思ったらまさかのウィキウィキマーケットの隣のこちらのバーが対象になっております。こちらがトロピカルバー&グリルですね。はい、こちらで16ドル、18ドル1人、2人で36ドル利用することができます。
いや、いいですね。思った以上にお店がね、あの地図で見るとね、遠く見えるんですけども、思った以上に一つずつのお店は近いですね。では次行きましょう。今日のハワイは、今日差しがちょっと曇ってるので、子供を散歩するにはちょうどいい感じですね。ではビーチ沿いにやってみました。こちらハウツリーバーでいいのかな、ちょっと読み方はわからないですけども、こちらもね対象に入っております。こちらはビーチの真向かいにあるバーですね。そこはねビーチの入り口になってるんで非常にわかりやすい場所にあります。プールの奥側って言えばまたわかりやすいのかな。ということで次に行きましょう。急に日差しが強くなってきましたね。それでは最後の場所ですね、ラグーングリルということで、こちらはそのね人工の海のラグーンありますよね。それの奥にねプールがあって、スライダーとかねあるプールエリアなんですけども、そこに併設されているカクテルビアワインということで、こちらのバーでも利用することができます。ラグーングリルですね。まあこういった形になっておりまして、まあ思った以上にね地図で見ると遠く離れているように思えるんですけども、実際に行くとねそんなに遠くないんで、使いに行くのめんどくさいなってなる部分はね、あの私もあるんですけども、ぜひね消化していただければなと思います。ゴールド以上であれば1人18ドル、2人であれば合計36ドルねもらうことができますんでね、ぜひ食べ物お酒等々で済ませていただければなと思います。それでは時刻は夕方の6時ぐらいになりました。家族は時差ボケでやられていて寝ちゃっておりますので、テイクアウトを買って私はね向こうで食べちゃいたいなと思います。ということで本日1食目はラーメンバリオでいきたいと思います。こちらもねクーポンを使うと 15% オフだったかな、結構お得に食べれるみたいなので、ちょっと実際に本当に利用できるのかやっていきたいと思います。ハワイに来ましたね。 ABC ストアもガンガン営業してますね。では JCB クレジットカードの特典、ピンクラインに乗ってアラモアナセンターに行きましょう。この向かい側のねアイホップだったかな、アイポップだったかな、そこら辺が乗車場所になってるんですけども、看板はございません。ではこのアイホップの前の場所からピンクライン乗っていきたいと思います。ここおそらくここがヒルトンハワイアンビレッジからアナモアナセンター行きのピンクラインの一番近い乗車場所ではないでしょうか。今日の天候は雨、気温は22度、風が結構強いので、ずっと風を浴びてると結構涼しいですね。それではピンクライン出発、アラモアナセンターへ向かいます。やっぱりハワイですかね。みんな陽気で幸せそうでいいです。それでは道もスイスイで約5分ぐらいでアラモアナセンター到着。送迎スポットみたいなところで降ろしてもらえるんで、そこからまた乗って帰る感じです。ちなみにここら辺に ANA のシャトルバスは止まります。やはり利用している人が多いのでめちゃくちゃ並んでますね。私も帰りはこれを並びに乗って帰りたいと思います。それではステーキ鉄平でガーリックシュリンププレート2つ購入いたしました。今回も D ポイントで、こちらは特にね、まあお得、まあ D ポイント払ってるんでね、まあお得ではあるんですけども、特にね、クーポンとかは使えません。で、今回使うのはこのラーメンバリオですね。ちょっとクーポン画面ね、あの横に出しておきますけども、10% か 15% オフぐらいになるみたいなので、ちょっとね、本当に利用できるのか聞いていきたいと思います。またですね、ステーキ鉄平で、和牛を始めたということで、これはちょっと食っておきたいですよね。ちょっとタイミング合えば D ポイントで食べたいと思います。いや、お値段はね、少々するみたいなんですけども、非常に美味しいみたいなんですよね。はい、ということで、テイクアウト待ってから注文していきたいと思います。それでは、ピックアップが終わったので、ラーメンバリオクーポン試して購入したいと思います。それでは、結果発表です。ラーメンバリオ、ネギラーメンとキクラゲをトッピングして26ドル、約4000円ぐらい、めちゃくちゃ高いですね。まあそれはね、今回検証のために来ましたんで、まあそれはいいんですけども、残念なお知らせです。クーポンと D ポイントは併用できません。ちょっとね、このクーポンサイトね、いろいろクーポンがあるんですけど、実際行ってみないとね、併用可能かね、正直わかんないですね。ということなんで、引き続きね、調査していきたいと思うんですけども、まあ、今回ね、残念な結果ということで、アラモアナセンターのラーメンバリオは利用することができません。ということで、ステーキ鉄平のね、店長さんと、
もう結構前からね、あのハワイに来ては顔を出して仲良くさせていただいてるんですけども、今回和牛を始めたということで、和牛ね無料でいただいてしまいましたということなんで、これもねここで一緒に食べていきたいと思います。まあラーメンとステーキといえばビールが飲みたいところなんですけども、アラモアナセンターのフードコートで飲んでいいかわからないっていうことですので、おとなしくコーラ飲んでおきたいと思います。ではいただきましょう。それではこれがステーキ鉄平さんの和牛です。めちゃくちゃうまそう。これはビールが飲みたいやつ。今日のところは我慢してコーラで済ませておきましょう。いただきます。ではいただきます。久しぶりのコーラ、うまい。では和牛いただいちゃいます。多分これ一番小さいサイズのやつ、普通に無料でくれたんじゃないのかな。ちょっと悪いことしてしまいましたね。はい、ということなんで今度これはねお金を払って食べに行きたいと思います。タイミングが合えば。いただきます。めちゃくちゃうまい。何これ。これはいいっすね、今度テイクアウトしてビールと一緒にいただきたいっすね、ステーキ鉄平さんありがとうございます。ということで結局クーポンが使えなくなって、そのまま D ポイントでラーメンを食べるだけの動画になってしまいますけども、食べていきたいと思います。まあもうクーポンが使えないんだったら頼まなくてもいいんじゃないかみたいな感じで一瞬思ったんですけども、もうその時には引き返せない場所まで来てましたので、まあしょうがないでしょう。クーポン使えないんだったらいいですっていうのもねあれでしたので。それではラーメン到着。ネギラーメンにキクラゲをトッピングしました。まあこのラーメンバリオさんね、もうお値段まあまあしますけども本当に美味しいんでね、ぜひ行かれた方は食べてみてください。ということでいただきます。いただきます。この家系ラーメンとかに、ね、入ってるキクラゲは結構好きでちょっと頼んでしまいました。めちゃくちゃうまいです。ということであとはねゆっくりいただきたいと思います。いやめちゃくちゃうまいですね。それではラーメンバリオさんごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。ということで今日のところは、帰りたいと思います。それではアラマーナセンターからまたピンクラインに乗って帰りたいと思います。本当だったらねロイヤルハワイアンセンター方面でハワイの食事がいいなと思ってたんですけども、ハワイはね今日不安定で、天気がさっきね結構強めの雨が降ってたんで、ちょっと雨降るぐらいだったらねやめとこうということで、今回はアラモアナセンターにしました。ということで来たピンクラインで帰りたいと思います。ではピンクラインの乗り場到着。いやーやはり予想通りめちゃくちゃ雨降ってきてる。ひとまずピンクラインに乗ってホテル戻りたいと思います。というかピンクラインって JCB カード、もう本当に国際ブランドが JCB カードだったらどのカードでもこのピンクラインって使えるんですけど、1日 5.50 ドルも普通に払うとかかるんですね。これが無料で使えてるって結構いいですよね。ハワイ好きな方は JCB カードを持っていて損はないですね。ピンクラインの停留所からも歩いて数分なんで、やっぱり利用しやすくていいですよね。まあここの一つの難点といえばホテル自体がめちゃくちゃでかいんで、自分のタワーまで行くのが大変なところぐらいですかね。でもまあホテルが大きい分安全な気がいたしますよね。広場みたいなところでプライベートパーティーやってますね。もちろん誰か分かんないけど生演奏とかもやってるんですね。これはすごい。かなり人が入っておりますね。おはようございます。ハワイ滞在2日目の朝になりました。帰ってから部屋飲みしようと思ってたんですが、時差ボケの睡魔に負けてしまって、寝てしまいました。ということで、本日もハワイ滞在2日目楽しんでいきたいと思います。今ちょうど朝の7時ぐらいなんですけども、気温はかなり低めですかね。今15度ぐらいしかないのかな。結構涼しいです。まあ昼間はね25度ぐらいまで上がるそうなんですけども、朝はやっぱりねこの時期は朝晩はね結構冷えるみたいですね。ですけどもこの景色は本当にめちゃくちゃ素敵ですね。前回泊まったのがあそこの前に見えるレインボータワー。レインボータワーだと目の前がラグーンっていうね、あの人工のプールが見えますんで、あっちだとねまた景色が良かったりするんですけども、まあちょっとね昨日到着してアーリーチェックインにはやはり勝てなかったですね。ということで今日も一日楽しんでいきたいと思います。
それでは外に出てまいりました。朝飯食べに行きたいと思います。こちらもクーポンがあると言われているエッグスイングス行きたいと思います。さあ果たして2軒目の挑戦ですが利用できるのでしょうか。では行ってみたいと思います。それではエッグスイングス到着です。もうすでに並んでいるということでまだ8時40分ぐらいなんですけども、さすがに人気が伺えますね。ということでクーポンはねちょっとこの画面出しておきますけども、無料のキッズキャップまたはトートバッグが50ドル以上の利用でもらえるそうです。これも D ポイントと果たして併用できるのでしょうか。検証していきたいと思います。それでは席について注文いたしました。今回私はブリトーにしてパンケーキとロコモケを注文しました。ではいただきます。なぜか4人席でお願いしたのに3人席に案内されてベビーは膝の上っていう結構残念なパターン。いただきます。今のところクーポンと D ポイントの併用はできそうな感じだけど、レジで聞いてくれって言われたんでまだ分かりません。ベビーが膝の上なんで手に持てるものをいただきます。中に入ってるのはチーズとジャガイモとベーコン。ベーコンはねチョイスいたしました。めちゃくちゃうまい。おいしい。このね一緒についてる辛ちょっとピリ辛なソースをつけて食べるみたいです。もう辛いソースみたいなつけて食べた方が美味しいですね。まだ昼前なのでオレンジジュースでいただきます。いやめちゃくちゃうまいですね。それでは会計です。ブリトー1個とロコモコ1個とパンケーキ1つ、アップルジュース1つにオレンジジュース2つで65ドル、 65.5 ドルだいたい1万円いくかいかないかぐらいですかね。ごちそうさした。ひとまずクーポンが使えるか聞いてみたいと思います。ということで店を出ました。なんとクーポンと D ポイント併用可能です。こちらのエッグスイングスのキャップ、こっちは選べなかったんでこっちですね、子供用のやつのキッズキャップ、もしくはこちらのトートバッグもらうことができます。 D ポイントとクーポンね両方とも併用することができますんでこれはいいですね。ということでホテル帰りたいと思います。それではエッグスイングスを食べたところから動画途切れてると思うんですけども、あれからね他のホテル2つほど泊まりまして、そちらのレビュー動画別に出てると思いますので続きはここからとなります。それでは今日の夕飯はロイヤルハワイアンセンター方面でね、レストランに行きたいと思います。こちらも D ポイントまたねクーポンが使えるということで、実際はね本当に使えるのか検証していきたいと思います。それではねピンクラインに乗って、中心地の方に行きたいと思います。それでは夕飯の前にかき氷を食べたいということでアイスモンスターやってまいりました。こちらも画面を出しておきますけども、こちらは 15% オフクーポンですね出ておりますので、こちらが実際に使えるのか見ていきたいと思います。ということで行きましょう。それでは店内に入りました。今息子さんが選んでおります。それではやってまいりました。いやまさにアメリカというこのサイズ、スモールサイズでひとまず、クーポンと、D ポイントは併用可能ということで 15% オフは利用することができました。ということなんで皆様ぜひ 15% オフで D ポイントを使ってスモールサイズを1個食べましょう。これはね完全に食べきれませんね。ということでいただきます。いただきます。うまっ。でも味はうまい。これはうまいですね。それでは今回クーポン 10% オフだったかな、載っているジーニアスラウンジ行ってみたいと思います。お店はこちらですかね、ジーニアスラウンジって書いてありますね。それでは行ってみたいと思います。まだね5時過ぎぐらいということでハッピーアワーでいただけるみたいですね。では行きましょう。それでは入店いたしました。 D ポイントとクーポンは使えるんですけども、私が来たこの時間帯に関しては、ハッピーアワーのメニューの方がね 10% オフするより安いということで、私はねハッピーアワーでいただきたいと思います。 D ポイントも使える確認取れました。ここはね日本料理もありますしハワイ料理もねありますので、ぜひねアヒポケとかね食べたい方は来てみるのもいいかもしれません。こういったねガーリックシュリンプなどもありますし、まあいろいろありますんでね、ぜひ公式サイトに載せておきますんでチェックしてみてください。
ということで注文していきましょう。それでは注文完了です。ホップアイランド IPA いただきます。それではワシントン州グースポイントから届いた新鮮な生ガニということで牡蠣6ピース注文いたしました。明日が帰国日なんで多分大丈夫でしょう。いただきます。ではいただきます。ですね。それではハワイの蜂蜜を使ったという4種のチーズのピザを頼みましたけど、めちゃくちゃ美味しそうです。動画を撮る前に取られてしまいました。いただきます。2杯目はパイナップルマナーいただきたいと思います。パイナップルマナー、すごい、もうここも近づけただけでパイナップルの匂いがする。パイナップルマナー、これはすっきりしててうまい。いただきます。それでは3杯目はロングボードいただきます。このビールだけ瓶提供いただきます。いただきます。トロピカルな感じですごい美味しい。飲みやすいですね。愛されてる理由が分かります。それでは会計済ましました。$139.27全部 D ポイント払いで利用することができました。めちゃくちゃおすすめです。店員さんもすごい親切なんで、ぜひこちら利用してみてください。ジーニアスランジのお食事どうでした？美味しかったです。美味しかった。何が美味しかったですか？お通しが美味しかったですか？よかったっすね。じゃあホテルに帰るぞ。それではただいま深夜の1時半ぐらいになりました。 DJI ポケット3、やはりこの小ささでこの夜景が綺麗に撮れるってのは本当にすごいですね。これは本当にすごいと思います。そして夜景もめちゃくちゃ綺麗ですね。ということでハワイ滞在ね、本日が最終日、明日ね朝の飛行機で帰るということで、最後にコーナーライトいただきます。あーうまい。ハワイのビールはフルーティーな味、香りが多いですね。はい、今日ね飲んだパイナップルなんとかっていうのもね非常にフルーティーで美味しかったです。それ以外のやつもね結構フルーティーな感じがして非常に美味しいですね。これは 500ml かな。はい、ゆっくりいただいて今回のハワイ滞在を、終えたいと思います。いやーうまいですね。ということで今回ですね、このヒルトンハワイアンビレッジで、宿泊させていただきました。いや非常にねやはり家族連れとしては本当に最高のホテルではないのかなと思いましたね。はい、今回の滞在でね中日にですね他のホテルで、ね、泊まりに行ったりして、結局ねまたヒルドハワイビレッジに戻ってきたみたいな、まあ、そんな感じのね予定になってしまったんですけども、やはりね息子に聞くとね一番良かったねやっぱりこのホテルということで、やはりプールも多いですしね、スライダーとかもねありますので、子供がねやはり喜んでくれるとねここでいいかなっていうところですよね。でまたね今回ダイヤモンドステータスで夫婦2人で、ね、予約して、ここはね18歳未満まで添い寝無料っていう風になりますんで、まあこの点はねいい点だななんていう風に思いますよね。まあちょっと18歳まではね添い寝は厳しいと思うんですけども、一応ね現実的にはね利用することができるっていう風になります。でフード&ビルエッジクレジットね36ドル毎日ね利用することができて、動画の中で紹介したと思うんですけども、地図で見るとね結構遠かったり、利用できる場所ねババッと紙で渡されるんですけども、まあ、ちょっとね見ただけだとねちょっとめんどくせえなみたいな感じになっちゃうんですけども、まあ、実際行くとねそんな遠くなかったりしますんで、私はね今回の滞在で全部ね36ドル、まあお酒だったり食事だったりスタバだったり、まあ一番使ったのはやっぱりスタバですかね。はい、朝のコーヒー飲みたいなと思った時に、まあ、36ドルねホテルクレジットあるとね、まあ、夫婦2人分のねコーヒーは余裕で購入することができる。またね息子のちょっとお菓子とかも購入することができたりしましたので、まあ、非常に良かったですね。
はい、ということで今回の動画ね、まあ、ここでね締めたいななんていうふうに思いますので、まあ、一応ね今回あのアップグレードでこのタパタワーっていうところをね利用させていただきましたけれども、このタパタワーはね本当に中心的な場所にあってね非常に良かったですね。前レインボータワーでね利用させていただいたんですけども、まあ、向こうが悪いわけじゃないんですけども、あっちだとねちょっとスタバが遠くなるっていうところはありますかね。タパタワーだと本当にね近くにあの色あのフード&ビバレッジクレジット使えるところねあるっていう風になりますので、これはね非常に良かったですかね。はい、今回7万ポイントで宿泊させていただきましたけども、このタパタワーの客室は直で予約すると多分11万とかしちゃいますんで、まあ、ちょっとあのポイント数はね多くなってしまうんですけども、まあ、今回一応アップグレードで利用させていただいて、アーリーチェックインもね利用させていただきましたので非常にありがたかったですね。ということで今回の動画はねここで締めたいなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。